にちは、盆栽ノートの目指せ盆栽士資格取得盆栽技能講座です。この動画は盆栽初心者の私が盆栽士の資格取得を目指して盆栽技能講座にチャレンジする動画です。講座は全12単元260単位に分かれているので、毎日1単位ずつ受講すると1年後には終了できる構成になっています。受講した内容を定期的に動画でレポートしていきますので、よろしければチャンネル登録お願いします。それでは今回のテーマ、盆栽基本編第1章、盆栽の心に盆栽の歴史。この動画でわかること、1. 盆栽の起源と移り変わり。 1. 盆栽の起源と移り変わり。 1. 江戸時代以前、人が住居を持ち、外敵の侵入を防ぐために柵を巡らせたのが庭の始まり。その中に植物を植えるようになり、庭園が発達し、並行して盆景が生まれる。平安時代の春日建元年期には箱庭式の盆景が、鎌倉時代のつれづれ草には曲折ある蜂の木が登場する。2. 江戸時代、乱世も収まり、太平の世となると、さまざまな芸術が盛んになる。園芸も飛躍的に発達する中、栽培や観賞に適した鉢も作られるようになる。現存する徳川家光の松のような大盆栽から、参勤交代の道中でも楽しめる豆盆栽。水墨画の影響を受けた文人作り、また篠の作り、タコ作りなど、見た目の奇抜さを競うような盆栽も現れる。 3. 明治以降の盆栽。明治になると、南画家の田野村直入が自然盆栽の交流を提唱。自然の景観を重視した自然樹形を体系化し、現在の盆栽樹形の大勢を占めている。またこの時期に針金製糸法が始まり、困難であった樹形作りが自由にできるようになった。政財界では盆栽愛好の風潮が盛んになる。盆栽培養録、伊藤三好、盆栽言論、沢田牛麻呂。大正3年には伊藤博国、永田秀次郎により、東京日比谷公園で初めての野外大盆栽展覧会が開催される。昭和9年には創始者、小林俊夫と代表、松平頼長により、上野の東京都美術館で国風盆栽展が開催される。今回はここまでです。この他にも剪定方法や植え替えに関しての実践動画もありますので、画面上部にある i マークのその他の動画はこちらからご視聴いただけると嬉しいです。受講レポートは3盆栽を始めるにあたってです。よろしければチャンネル登録もお願いします。ご清聴ありがとうございました。